うございます。おはようます。おはようございます。おはようます。できるコンサートにしようと思って、今後コロナが明けた時にオンラインのコンサートと生のコンサートどっちもいいよねっていう、こう2つの媒体としてやっていけるように確立をしてある。演者の手元とか吹いてる口元顔とか日頃絶対生だと見られないアングルっていうのがまず一つあると。生だと周りの人がいてその空気にどうしても影響されることもあると。だけど自分一人で楽しめる、自分と演者のそのなんていうか一つだけの空間に入れるっていうこともあるし、あとはあのコメント機能とかを使ってそのコミュニケーションを演者と取れるライブ中にっていうのは絶対生じゃできないことで、どうぞよろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね5月23日のライブのリハーサルをやることになって、4人が久しぶりに2ヶ月ぶりぐらいに集まりました。今日はちゃんとね朝体温を測ってね、このホワイトボードの下に今日の体温を書いてあるやっぱ久々に集まった景気づけの一発目はやっぱ今までのレパートリーで景気づけの一発の曲をせーので、せーのね、決めた？決めました。 OK、 決めた、はい、ちょっと決めた。じゃあせーのポンでいくよ。いくよ、はい、せーの。男はつらいよ元気づけの一発目ということで、久しぶりに2ヶ月ぶりのメンバー演奏します。男はつらいよ、お聴きださ、選曲変わるよね。まあ確かに。いや今ちょっと想像してみたんだけど、その音圧とかが伝わらないじゃない、うん、オンラインだと。そうなるとそのそこで迫力をすごい演出していた曲たちっていうのは逆にガチャガチャしてる、ただこの人たちどうしたみたいになるのかなと思って、なんだろうな、ある程度その家で見ることが前提になるから、うん、なるべく日常にある程度溶け込めるものもないと、要はマイドライブやってエリーゼやって、エイトレやってだと家だと重いのかなと思って、うん、っていうのは今思ったんですよ。確かにそうです。生配信コンサート5月23日、見てねー。